劇中で波兵と船が立ち寄った日光島ショの陽明門、サザエさんの結婚は1959年1月9日に公開された日本映画である。制作、配給は東方。カラー、東方スコープ。サザエさん実写化映画の第5作。サザエがマスオと結婚に至るまでの話を描いている。本作には当時三人娘と呼ばれていたエリチエミと 雪村泉が出演。エリは第4作までと同じくサザエ役を、そして雪村は波平の知人の娘にして映画のニューフェイス役を演じた。撮影所の場面では加藤大輔をはじめとする東宝俳優が亀を出演しており、さらに撮影風景を見せる楽屋落ちがある。本作から若め役が松島智子から本シリーズに先駆けて、 KR テレビ版ドラマで若目役を演じていた猿若組江に交代する。サザイの父と母が銀婚式を迎え、家族会議の末、夫婦は日光へ旅立った。その後、大阪のおじ夫婦、万蔵と知恵が息子のノリオの勉学ぶりを視察に来た。だがノリオは酒とパチンコに明け暮れ、さらに女性の写真が出てきた。だがそれは恋人のあさりはまこだった。 反対する、おじ夫婦だったが、サザエの調停で婚約に成功した。おじ夫婦は、ノリオ夫婦にあけられ、自分たちも、新婚気分になろうと、磯野家のルーズを引き受ける。早速サザエは、日光へ行き、両親に出会う。やがてマスオが、親友、エツコと社長のご子息、富岡の結婚式のために上京。サザエは、自分の結婚式の参考のために、 双方の結婚式に出席した。そしてエツコ、富岡の結婚式の席上、マスオの東京転勤を頼んでしまう。余計なことを言い、後悔するサザエだったが、ノリオに代わって下宿した、映画女優、平らめすなこの話で、マスオが東京に転勤することとなった。ところが、サザエは、マスオが女性と買い物をしているところを発見し怒る。だがその女は、 マスオの妹の大使で、四季は、ぜひ北海道でという母の手紙を持ってきたのだ。かくして、サザエとマスオは、北海道へと出発した。参考文書、キネマ順二220号。ありがとうございます。